どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらカオスソルジャーの周回編成紹介していこうと思います。はい、今回ですね、このカオスソルジャーを1枚抜き編成で周回していこうと思います。スキル上げしたい人にね、おすすめな編成になっていて、まあ10強2つにね、キラー5種あって、スキルもエンハンスあっておもろい性能してるんで、まあ作っておいてもいいかなということで、今回は周回編成紹介していきます。で、武器の方に関してはね、スキルレベル1で絶対確保しておくて、攻撃タイプ追加、バランス体力キラーにバインド回復2個持ちです。この武器は何が何でも取らなきゃやばいので、必ず周回してね、こちらの武器スキルレベル1で大丈夫なんで、まずはスキルレベル1のこの武器を作ってから、余裕がある人はね、カオスソルジャー集めしてもらえればなと思います。今日はですね、実際にカメムスビチョナさんを使ってカオスソルジャー1枚抜き周回していこうと思います。編成紹介です。まずはリーダーから、今回神ゲーさんからね、編成をお借りしております。ありがとうございます。概要欄にリンク載せておきます。リーダーカメムスビです。スキル上限、攻撃キラー、そしてフレイ継承ですね。はい、からの、こちら、ソルジャー、スキブに、気軽減、三突、そして自動回復武器、継承です。はい。で、こちら、シバダラ、超つなぎし上限解放、悪魔キラーに、クルス武器、継承。からの、シバダラ、超つなぎし上限解放、悪魔キラーに、クルス武器、継承。からの、シバダラ、超つなぎし上限解放、悪魔キラーに、マム武器、継承。からの、ジョナさん、七強上限解放、悪魔キラーに、クルセイダー武器、継承って感じになってます。まあ、今日はね、こちらの1枚抜き周回編成を使って、実際に周回していこうと思います。やっていきましょう。まずは1階層からです。クルセイダー撃ちます。はい。とりあえずクルセイダー撃ってあげて、シバダラ撃ちましょう。シバダラ撃ってあげて、ずらして突破していきます。まずは7コンボさ、このシバダラずらして突破していきましょう。はい。で、半分時ですね。これでしっかり耐久してあげて、シバダラ撃ちます。はい。耐久からのシバダラ撃ってあげて、からのずらし、はい。で、11コンボでちょっと削ってあげて、からのシバダラ打ってずらしていきます。はい、このまま突破していきましょう。1階層これで突破です。3番していきます。で、続きまして2階層ですね。2階層はリーダー神結び継承のフレイ打ちます。はい、フレイ打ってあげてから2ターンヘイストしてあげて、かつエンハンス発動していきます。で、これで若干エンハンス対策からのシバダラ打ってあげて、ずらしていきましょう。はい、フレイからのシバダラずらして突破していきます。はい、さあ続きまして3階層ですね。3階層はフレンドのジョナサン打ちます。はい、フレンドジョナサン打ってあげて、ダメージ無効貫通スキルかつ非生成してあげて、ずらして突破していきましょう。トゲドロップは極力触らないようにしていきます。はい、これでジョナサン撃ってずらしです。このまま11コンボで倒していきましょう。突破していきます。無効貫で突破。さあ続きまして4階層ですね。4階層シバダラ発動してあげて、左側倒していきます。はい、実はここダメージ吸収無効は必要なくて、あの左側さえ倒せれば OK なんですね。なので、もうシバダラ撃ってあげてずらしてあげると、こんな感じ、左側倒せて、そうすると右側勝手に死んでくれます。はい、はい、このまま突破です。OK。さあ続きまして、ラスト5階層ですね。5階層はまずシバダラ撃ちます。はい。まずシバダラ撃ってあげて、超つなげし組んで殴っていきましょう。ロック解除生成です。木の消すないは別に関係ないので、シバダラ撃ってあげて、超つなげしてまずは殴り。はい、これで15コンボ組んで、まず一旦超根性ギリギリまで削ります。はい。でからのシバダラもう一発撃ってあげて、トゲ触らないようにしながら殴っていきます。はい、でラストですね、半分まで削ってあげると、これで 50% 盾もなくなって、覚醒無効してくるので、神結びからのシバダラ撃って突破していきますっていう感じの周回編成ですね。めちゃめちゃシンプルです。はい、神結びからのシバダラを撃ってあげて、これでずらして突破していくっていう感じの編成になっております。はい、こんな感じで、すごいね、シンプルにずらしだけで完全ずらしのみ周回ができて、で、見ていきましょう。タイムもですね、約3分ぐらいで周回できます。これで1回の周回につき2体分スキル上げができますので、3分でかつこの効率で周回できるので、すごいスキル上げ効率がいいです。なので、もし組める人は、こちらの周回編成使ってもらえれば、高速で、カオストレジャーをね、スキル上げしていけるかなというふうになっております。という感じがね、こちら1枚抜きの周回編成となっております。さあ続きまして2パターン目のシバダラ周回編成になります。こちらの編成ね、ダルマさんから編成の方をお借りしております。はい。
で、この編成は、とにかく武器作りたい人向けやね。まあ、別に俺キャラなんていらないから、スキルベイ2の武器量産したいんやけど、1枚抜きなしで周回していいっていう人向けの編成ですね。なので、カオスソルジャー作りたい人は1枚抜け。まあ、別にこっちのキャラの方はいいかなって人は、普通のシバダラ周回編成、ダルマさんの方を使ってあげる方が、確実に効率はいいかなと思います。あとはガンクラとかでも P 集め切ってる人もこっちでいいかなと思います。はい。で、編成紹介ですね。まずは柴田らです。ジョナサンです。7強上限解放にヘラ武器継承ですね。今回ハーデスつけてますが、まあ、30% グラビティで OK です。はい。で、フレンドが神結び、スキブ上限解放にヘラ武器継承です。で、サブがレオですね。スキブ上限解放プリムなんだけど、これ少しややこしくて、まずリーダージョナサン必須です。まあ、リーダーかフレンドにジョナサン必須なんだけど、神結びとレオはリラフレ入れ替えても全然問題ありません。なので、まあ、例えばわかりやすく言うと、俺、レオ持ってないんだけど、どうすればいいんだろうって人ですね。は、まずリーダーをジョナサンにします。はい。リーダーをジョナサンに、ま、もちろんしてあげて、これは必須ね。必ずジョナサンにしてあげて、どこだ？これか。で、サブに神結び入れます。そして、フレンドですね。フレンドをレオにしてあげて OK なんですね。どれだろう？これか。こんな感じ。リーダージョナサン、サブ神結び、フレンドレオって感じでも OK で、レオと神結びはリダフレ入れ替えてもらっても問題ありませんので代用してください。シャバダラ、超つなげし上限解放に、マムブキ継承かける3です。超つなげし上限解放。上手投げ証言解放って感じの編成になっております。はい。という感じの編成を使ってね、今日は実際にゼロマインド奇襲会編成も使っていこうと思います。やっていきましょう。まずは1階層からです。はい。シャバダラ1枚目打ちます。はい。シャバダラ打ってあげて、超つなげしスラシで半分まで持っていきます。はい。シャバダラからのシャバダラ2体目打ってあげて、ずらして突破していきましょう。はい。シャバダラ2枚打ってあげて、これで突破です。さあ続きまして、2ターン目ですね。半分まで削ってあげてから芝からのプリム打ちます。はい。サブ1枚目の芝打ってあげてからプリム打ってあげて、ダメージ向こうサブエンハンスでずらして突破していきます。はい。これで2パンですね。サブエンハンス入れてあげた11コンボ火力でしっかりこのまま2パンしていきます。 OK。 さあ続きまして2階層ですね。2階層はシバダラ打ちます。はい。シバダラ変身プラス、あ、進化プラス花火打ってあげてワンパンしていきます。で、弱化エンハンスに関してはこのプリムのサブエンハンスを利用して対策していくイメージになります。はい。この3ターン弱化エンハンスの間、プリムのね、サブ3倍エンハンスが継続しますので、これを利用して対策していきます。はい。これでワンパンしていきましょう。さあ続きまして3階層です。3階層はシバダラを打ってあげて、ダメージ無効貫通はプリム継続でワンパンしていきます。はい。シバ打ちましょう。でずらしていきます。はい。ダメージ無効貫通しっかり継続してあげて、このままワンパンで突破していきましょう。さあ続きまして4階層です。4階層はシバ打ってずらしていきます。で、これ左側倒すだけでね、勝手に右側倒れてくれるようになってますので、シバダラ打ってずらして勝手にワンパンできます。はい。あとプリムのダメージ半減も継続しているので、こういうところのね、敵の効果力のダメージに関しても全て対策ができています。はい。これで突破です。 OK。 でラストボスですね。ボスに関してはヘラ2発撃ってからレオからのシバダラで突破していきます。はい。まずはヘラ2発撃ってあげることで超根性まで削っていきましょう。ヘラ2発撃ちます。はい。でからのレオでロック解除と、かつエンハンスですね。ロック解除エンハンス入れてあげて、これでロック解除プラスエンハンスからのシバダラ打ってあげてずらしていくという編成になっております。はい。ラストはレオのエンハンス火力もしっかり含んで、こんな感じでワンパンしていきましょうという感じの編成でした。めちゃくちゃ楽に周回できるし、めちゃめちゃ早いですね、本当に。トゲさえ気をつけておければ負けることもないですし、まあ多少トゲ触れても全然大丈夫だと思います。さあ、タイムが2分24秒と、超高速で周回できるようになってますので、まあ、武器つけたい人はもう絶対こっちかな。武器作りたい人は必ずダルマさん編成で、母体のスキル上げもしたい人は神ゲーさん編成使ってもらえれば間違いないかなと思いますので、よかったらね、使ってみてください。ということで今回ですね、お借りしたシバダラ編成を動画で紹介する動画でした。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。